柳橋に到着です。反対列車待ち合わせのため停車中です。しばらくお待ちください。
ね、何気に乗せていたのか、私もバランスのためにお忘れ物をご気に入りのございますよう、ご期待ください。降りるしまーす。次の停車駅はモリー市、モリー市です。モリー1に近くに行くんで、いつ整備用のなんかがあったら、まあ、きっとそうやろうと思う。そこで横にこんなに出張ってガラガラ飛んでる。
ご覧ください。赤い頭巾をかぶせた石が見えています。これは時計石です。自然の岩石が仏様のお姿に似ていることから、ありがたい名前が付けられました。鉄橋がかかる以前、上流の温泉を目指した昔の湯治客はここを通るたび必ずお参りしていたそうです。
再開に向けて機関車や客車を分解して点検整備をしているんです。冬の間の万全な整備があるからこそ皆様に安心してトロッコ電車に乗っていただけるということなんです。Good night.
到着です。反対列車待ち合わせのため停車中です。しばらくお待ちください。次は坂平です。次の停車駅は猫又です。だから本気ごとって書いてあるサルの頭たちがやってたサルおれん、いや、サルの絵が描いてあるそういうのが手が持ちたりしてる。
雪や雪崩から施設を守るために山の地中に建設されていて、ここからは見ることはできません。猫股、猫股に到着です。まもなく欅平行き発車いたします。次の停車駅は金釣り、金釣りです。金釣りでお降りのお客様はお忘れ物、落とし物ございませんようご支度ください。次のトンネルを出ます。
と金釣り橋に出ます。この付近は紅葉期にはとりわけ美しい景観が見られるため、昭和3年に香淳皇后の父君国宮様によって錦秋館と名付けられました。その列車から錦秋館を見られるのはトンネルとトンネルの間のわずかな時間ですから、どうぞお見逃しなく。左右どちらの窓からでもご覧いただけます。さあ、東金釣山の真下へ向かって出発進行。特別天然記念物に指定されている猿飛び橋並びに奥金山をはじめ奥金橋、
都区域はのほか、黒部川の清流が望める河原展望台、足湯もあります。この辺りに大地のパワーとマイナスイオンが浴びられるパワースポットとしてとても人気があるんですよ。また温泉施設としてサルトリ山荘、霊剣温泉、アバガニ温泉などがあります。頭触れてた。お待たせいたしました、焼き平行き発車いたします。次の停車駅は終点欅平、終点欅平です。欅平にはあと約10分ほどで到着予定です。どなた様も車内にお忘れ物、落とし物ございませんよう、今一度お手回り品お確かめください。もう終わり、ここで欅平周辺の散策のお時間についてご案内いたします。駅からゆっくり歩いて猿飛橋までは片道20分、霊剣温泉までは15分、馬場谷温泉までは50分かかります。なお遊歩道は雨量規制などにより通行止めになっている場合がありますので、皆様ご注意ください。終点欅平に到着です。どなた様もお忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。降り口右側でございます。降りの際車両の屋根が低いので頭をぶつけないよう、またホームと車両との間に隙間がございますので足元にもご注意してお降りください。発電所の水車や沿線の工事現場で使われる資材や道具の輸送があります。トラックやショベルカーの場合、大きなものはいくつにも分解して運びます。さらに大きなものや分解できないものはこのような